ちょうど出港しました。風はまあかなり弱いですけど、ちょっと普通に遊べる程度かなというわけです。8時ちょうどに出港してきました。で今日は、まあ、1時までには帰らないとまた潮の関係で、かなり引きますんで、そのつもりで、出てきてます。だから、まあ、最大5時間、多分4時間、12時ぐらいには帰ろうかなというふうに思ってるぐらいです。前後から一応、カメラを回してますんで、どういう風に映るか、今2メーター弱ですよね。スピードは 2.2 ノット、これでですね、ですから、まあなんとなく、ゆっくりゆっくりのセーリングができそうな感覚でおります。私も 3.5 ノットぐらいは今出ているそう、出ている、さて、そろそろ出発します。
タックしました。まあ、オートパイロットなしだけど上手にタックできたと思います。今日は漁船が、釣り船と漁船が結構出てます。ほら、ジュニアが見えなくなったということは、あの辺雨が降ってるようですね。8時に出た時はだいたい北の風だったんですけど、東に行ったら今度、雨が降って、まあ小雨ですけどね、小雨が降って、それから、西風、まあ、北西かな、北西の風に変わりました。それで、しばらく西の方へずっと走ってきて、今北の方に、向かってますですね。波はないしですね、まあ本当はあの天気が良ければ最高ですけども、でもこれぐらいならば雨も上がりましたんで、あと2時間ぐらい頑張れるんじゃないかなというふうに思って走ってます。今が、9時15分です。船の音がするんで、ちょっと確認。大丈夫ですね。だんだん良くなってきました。3メーターぐらい吹いてきましたんで、本番時に頑張ってるし、上りが快調です。今 3.8 ノットかな、またパイロットチェアの船です。これで、まあ、ゆっくりちょっと冷えてきましたけどね。それからこのソーラーパネルの後ろからこう覗くと、これあって、まあ、風見が見れますんで、これで、ゴムバンドで調整をするというやり方にしてます。今もうこれ30分ぐらい放置してますけども、本当にですね、安定してゴムバンドで走ってくれてます。